と iPhone デビュー割の対象に iPhone XR を追加。新規 MNP に限り iPhone XR 64GB が一括 25,920 円で買えるようになりました。5,184 円引きとなるドコモオンラインショップ限定特典適用時、これまで一括 93,312 円だったものが一括 25,920 円で買えるとなると、半値どころではない大幅値下げのように感じますが、当然そんな美味しい話はありません。安くなったのは8000円程度というのも、端末購入サポートを適用すると、購入時に本体代金93,312 円から58,968 円が割引かれる代わりに、月々サポートが適用されなくなります。ドコモ版 iPhone XR は月々サポートの対象となっており、新規の場合2457円 X24 ヶ月58,968円の割引が適用されます。これは端末購入サポートの58,968円と同額です。つまり、2年間の使用を前提にすると、今回の値下げは iPhone デビュー割の8,424円だけで、一括 25,920 円という地面から連想されるほどの大幅値下げではないことがわかります。なお、端末購入サポートには購入時に満額の割引を受けられるメリットもあり、1年程度で機種変更するユーザーは、より割引率が高くなります。一方、購入から12ヶ月以内に機種変更、解約などをすると違約金が発生する縛りがあります。